ティル・リンデマン、ラムシュタインのボーカル、パイロテクニクスの資格を持っており、ライブパフォーマンスに取り入れられている。詩人、俳優としても活躍している。東ドイツのライプツィヒ出身。母は公共放送局配属のジャーナリスト、父親のベルナー・リンデマンは詩人、童話作家、教育者、画家であった。1975年に両親の離婚により、 1977年から1980年まで、寄宿学校に通い、競泳選手として活動し、1978年に、欧州ジュニア水泳選手権出場。1980年のモスクワ五輪出場を目指していたが、イタリアのフィレンツェで合宿中、宿舎を抜け出すという規則違反で出場権を剥奪された。1988年のソウル五輪では控え選手と、 なった。その後、負傷により競技生活を断念。その後は職を転々としながら、ミュージシャンの道へ本格的に進む。1986年シュベリンにて、パンクバンド、ファーストアーシュでドラマーを務める。1992年、ファーストアーシュのメンバーとしてアルバムデビュー。1994年、ラムシュタインを結成。2015年個人プロジェクト。 リンドモンを起こし、スキルズ・イン・ピルズでソロデビュー。ラムシュタインにおいては、インタビュー等での発言やメディア対応を一切行わない主義を貫いているが、自身のプロジェクトであるリンドモンでは、インタビューやメディア出演などを積極的に行っている。最初の妻との間に、娘が二人、次の妻との間に、娘が一人いる。最初の妻の二人目の娘は実施でなく、 彼女の父親は、ラムシュタインのリヒャルトである。2020年3月15日、リンドモンのモスクワでのライブの後に帰国後、高熱のため入院。集中治療室で治療を受け、当初は、新型コロナウイルスへの感染が疑われたが検査の結果、陰性だった。ソロ作品ファーストアーシュラムシュタイン。ありがとうございます。